どうも、皆さんこんにちは。ゆっくりのマリサと、ゆっくりの霊夢が、ギターカバー動画を紹介します。今回のギターカバー動画は、レザーウルフのザ・コーリングです。アルバムの日本語タイトルはメタルコーリングでした。コーリングは1987年に発表されたセカンドアルバムの2曲目に収録されている曲です。アメリカのバンドだよね。出身はカリフォルニア州でデビューしたタイミングは LA メタル真っ只中だったんだけど、楽曲は非常にドラマチックで重厚なものが多くてあまりアメリカンな感じはしないんだぜ。もともと英語ってメロディーに乗せやすい言語だと思うんだけど、このバンドは歌詞と歌メロのシンクロ感が高くて聴いていて非常に気持ちが良いのも特徴なんだ。あくまでもウープ主の感想なので異論は認めます。コーラスや掛け声の入れ方も効果的で、曲作りの上手いバンドだったと思う。今回カバーした曲に関しても、二人のギタリストが非常に良いプレイをしている。ギターソロ中盤や曲のエンディング近くのハモリはハッとするほど美しい。エコーのかかり方が風呂場っぽいんだけど、それがまた曲調に合っていてグッジョブなんだぜ。確か、トリプルギターじゃなかったっけ？ボーカルのマイケル・オリビエリは歌とギターとキーボードの一人三役だったんだけど。だけど、トリプルギターでやっている当時の映像を見つけられなかったので、どの程度トリプルギターが売りになっていたかはわからないんだぜ。当時のライブ映像の情報をお持ちの方、コメント欄で教えてください。ただ、今回カバーした曲の2015年のライブ映像が YouTube で公開されていて、中間部のギターソロが終わった後でマイケル・オリビエリがギターを手に取り、トリプルギターになっている。で、どんな感じだったの？ソロ後の3番の A メロからサビにかけて3人でバッキングを弾いていて、最後のツインギターでのハモリ部分になったところでマイケル・オリビエリはギターを弾くのをやめてしまう。音が薄くなる部分だから、ここ弾かなきゃトリプルギターの意味がないので、YouTube 見ながら。そうじゃねえだろう。って、言っちゃったんだぜ。まあ、それはそれとして、コーラスや掛け声はかっこよかったんだぜ。概要欄に動画の URL を貼っておくね。2015年のライブ映像があるってことは今も頑張ってやってるの？2年後の1989年に発表されたストリートレディもセカンドアルバムの延長線上にある音楽性を持っていて、評判は良かったんだけど、所属レーベルからのサポートも薄く、メンバーチェンジもあって、フォースアルバムとなるワールドアサイラムの発表はサードアルバムの17年後になってしまう。この頃はもうウープ主はレーザーウルフに注目してなくて聞いていないんだけど、解散再結成を経て2022年にも作品を発表しているらしいので改めて聞いてみようと思うんだぜ。もっと評価されても良いバンドだったからね。だな。さて、前説の尺が2分を超えたので話はそろそろ終わりにします。動画が気に入ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それでは最後までゆっくり見ていってね。
後までご視聴、ありがとうございました。まったみってねー。